田中亮は京都府出身のコンディショニングトレーナー。早稲田大学教育学部体育学専修卒で、タレント、女優、アナウンサー、S 級競輪選手、アマプロスポーツ選手などのコンディショニングトレーナーとして活躍中。京都府に生まれ、福井県高浜町に育つ。両親、兄は英語教員。中学校時代はハンドボールで、県大会優勝、北信越で2位。 借り出された陸上県大会で3種競技優勝、400M 優勝。3種競技の 100M の記録は単体 100M 優勝タイムを上回る。高校時代はハンドボールと400メートルで国体インターハイ出場。ハンドボールではインターハイ、国体では常に上位に。日本ランキング12位が最高位。400メートルでは国体優勝。大学時代は 駅伝で有名な早稲田大学競争部へ。日本選手権出場。関東インターカレッジ。全日本インターカレッジ。東京六大学大校。総計戦。日本選手権兼世界陸上代表選手選考会。出場。この頃トレーナーの勉強を始める。日本ラグビー協会の及川綾久。白土康次郎に指示。リハビリで始めたスキーでは、行方号に指示し。 浦佐スキースクールインストラクター、早稲田大学一般学生スキー授業では、非常勤講師として、スキーを教える。早稲田大学卒業後は現役を引退し選手の、裏編として、当時は、アスレチックトレーナーという肩書きで、コンディショニングトレーナーを始める。ダイビングは、レスキューダイバーの資格を所持し、日本ゴルフメンタルトレーニング協会レッスンプロの資格も所持し、 ゴルフにも精通している。メディアにも多数出演しており、テレビ、東京系列で放送されていた競技型、バラエティ番組、TV チャンピオンでは、肥満種増やせさせ、王選手権、部分に痩せさせ、王選手権で2冠王に輝き、その名を日本中に轟かせた。現在は、コンディショニングトレーナーとして活動しており、モデル、グラビアアイドル、タレント、 女優、アスリートなどの体のコンディショニングやボディメイキングを指導している。ありがとうございます。